はい、皆さんこんにちは、小山翔平ベースボールチャンネルです。今日はですね、昨日負けまして4位に、落ちてしまったというところがありまして、ちょっとね、僕が出した動画のコメント欄がね、また荒れてたというかね、いろんな意見がありましたんで、ちょっとね、ランダムに10個質問をね、コメントを拾わせていただきまして、それに対して僕がお答えしていくという企画を今日やっていこうかなというふうに思っております。では早速1個目からね、1問目から言っていきたいと思います。はい、質問というかね、コメントこちらになります。負けた2番立岡、5番吉川が失敗、坂本は6番もきつい、スタメン岸田もそろそろやめるべき、という意見をいただきました。はい、ですね、これ僕が思うのではですね、まあまあ5番っていうところまず言うとですね、なかなか固定できてないっていうところがありますと。で、僕は、萩尾選手なんかがいいんじゃないかっていうね、意見を言わせていただいたことありますけども、僕は今でもね、そういうふうに思ってます。ただ、吉川選手が、交流戦でね、状態が良かったっていうのもありまして、そこでね、一度、5番吉川を試してみようという形だったと僕は思います。で、2番の立岡さんに関してはなんですけども、やはりですね、1番の丸選手がね、状態がいいと。で、ヘルナンデスも状態がいいんだけども、やはり1番、2番並べるのきついよねっていうところ。で、交流戦ではですね、岸田選手が、DH で2番入ったりとか、してましたけども、一度立岡さんの、2番を試してみるというところも、やりたいなというところがあったと思うんですよね。で、そこで、昨日2番立岡さんがあったんですけども、初回のね、打撃もありましたし、結果が出ずというところで、昨日に関しては、少し、失敗というかね、そういったところだったんじゃないかなというふうに僕思います。で、坂本は6番もきついというところの意見なんですけども、この間で言うと7番打ってホームラン打ってましたよね、日本ハム戦ね。で、その時は6番に吉川選手が入ってたりとか、したんでね、吉川選手が5番に上がったことで、坂本選手も1個繰り上がったという形になると思うんですが、今の状態やっぱり、なかなかね、厳しいかなっていう感じはしてますが、いろんなコメントあるんですけども、坂本選手を批判するだけだったら、できるんですけども、じゃあ誰が代わりに出てくるかというかね、誰が代わりに入ればいいのかというところまで議論できるとすごく面白いかなというふうに思うんですけども、なかなかその議論ができてないというか、実際にその選手があまりいないっていうところが、やはり、ファンもそうですし、ジャイアンツも苦しんでいるところだと思うので、やはり代わりが効かない選手っていうところで、すごくきつい状態になってるんじゃないかなっていうふうに僕思います。スタメン岸田もそろそろ辞めるべきというところに関しては、僕はあまりそうは思わなくてですね。大城選手の状態もそうですし、なかなか出てないからね、状態も、ないんだと思うんだけど、なかなか、岸田選手のね、今年の頑張りから見ると、逆に変える、必要性がないっていうところも、あるのかなというふうに思うので、現状は僕はスタメンは岸田選手で、菅野さんが投げるときは、小林選手とかで、いいんじゃないかなっていうふうな意見を持っております。はい、じゃあ1問目ね、終わりました。じゃあ次2問目、行かせていただきます。はい、こちらになります。6番坂本、試合通して8球で、5アウト献上。こんな好き勝手やって全く結果出せない選手をレギュラー扱いしてる時点で勝てるわけがない。という意見をいただきました。はい。先ほどもありましたけども、やはり坂本選手に対する批判というかね、声というのは非常にコメント欄でも多く見受けられました。で、やはり、先ほども言いましたように、代わりがなかなかいないっていうのは、きつい問題というかね、後継者がいなかったりとか、それに代わる選手が、なかなか出てこない、実際、ね、見渡してもなかなかいないっていうところがあるので、岡本選手をサードにもう一回回して、ファーストをね、また違う選手にしたりとか、そういったことも、できるかなとは思うんですが、
やはり、それをやらないっていうところで、阿部監督は相当坂本選手を信頼してると思いますし、まあ、守備なんかも考えて、守備のバランスなんかも考えて、そういう風にしないんじゃないかな、という風に僕思っております。はい。じゃあ次3問目行かせていただきます。はい、こちらになります。いくら投稿打定とはいえ、後半戦はどんどん見応えある試合をファンに見せてほしい。最後の長野の2点タイムリーだけやったやん。っていうところですね。はい。まあ、これはね、まあ、戦略というよりかは、まあ、ファンの気持ちというところだと思うんですけども、まあ、やはり、まあ、この方がおっしゃってるようにね、まあ、どんどん、年々ですけども、ピッチャーのレベルが上がってきて、打者がそれについてきてないっていうところがあると思います。この間、菅野投手がですね、インタビューで答えてらっしゃったんですけども、いずれ、打者がまた追いついてくる時が来るというふうなね、ことも言ってらっしゃいました。まあ今現状ではなかなか打者がついてきてないというところで投稿打点にはなってるんですけども、やはりファンの方の気持ちとしてはですね、盛り上がる試合という言いますかね、やはり見応えのあるというかね、こうワクワクできるようなね、試合というところをまあ期待してるところもあると思いますんでね、そこに関しては、まあジャイアンツね、頑張ってもらいたいなというふうに思いますし、まあ昨日もまあ完封負けをしなかったというところでは良かったと思うんですけども、じゃあ吉村投手に対して本当に対策ができてたのかとかね、うん、どうだったのかというところはね、ファンとしても疑問に、残るところではないかなというふうに思います。はい、では、4問目行かせていただきます。はい、こちらになります。初回ですね、ノーアウト2塁行かせない、スワローズ、ギダ、ワンアウト3塁、センター前タイムリー、この差は何かというところですね。はい、まあ、この質問というかコメントですけども、うん、まあその差というかまあ采配にはなると思うんですけども、まあやはりなんて言うんだろうね、立岡さんへの信頼度というところじゃないでしょうか。はい、まあコメントでもありましたように、立岡さんの技術を信じてまああえて送らずに、任したというような旨のねコメントありました、安倍監督のね、そういったところで。まあ本来ジャイアンツはどっちかっていうと、まあ自己犠牲とか、バントとかを重んじてる球団ではあるんですけども、まあ昨日の試合に関しては、その、まあ信頼度というか、まあそういったところに任して、まあ結果裏目に出たというところがあるので、やはりまあそういったところでまあすごく采配は難しいっていうところはあると思います。まあヤクルトに関しては、まあ戸郷投手というところで、まあなかなか点が取れないだろうというような、考え方もあったかなというふうに思うので、まあ初回からね、送りバントという、采配をしたんだと思うんですけども、やはりそういった意味で、立岡選手の信頼度というところと、まあ吉村投手に対して、まあこの前やられてるんだけど、まあ今回はさすがに点取れるでしょ、みたいな、まあおごりではないんですけども、まあそういった形の気持ちももしかしたらあったんじゃないかなっていうふうに僕思います。はい、次ですね、次は5問目になりますかね。はい、5問目、こちらになります。みんな言ってるけどヘルナンデスのセンター守備がきついこれ面白いですね。まあすごく外野というのは難しい。まあ僕もね、外野をそこまで守ったことがない、まあ少年野球とかぐらいでしかやったことがないですので、あまり、深く言及することはできないんですが、やはりまあ昨日の守備を見てて、まあ初回の守備かな、そういったところはまあ良かったと思うんです。フェンスに当たりながら取るっていうところは非常に良かったと思うんですけども、おそらくこれをおっしゃってるのが、サンタナ選手かな、の、まあ二塁打かな、っていうところだったと思うんですけども、やはりまあ鉄則としてですね、外野守備の鉄則として、まあ時間があるときはですよ。時間があるというか、こう、まだいけるというときですけども、やはりフェンスに先についてしまうというところは、よく僕がジャイアンツで、やってるときにもですね、まあ守備の、外野守備のコーチが、先フェンスつけみたいな感じで、教えてるところをね、何度も見たことがあるので、まあそういったところで昨日の、まあヘルナンデス選手のセンター守備というところは、まあその、
まあ、時間がね、あったように見えるというか、まだ行けたように見えるので、こちらからしてね。うん。そういったところで、まあ、先にフェンスをついてたら、もしかしたらタイミングよくジャンプしてたら取れてたかもしれないですし、まあ、やってる本人がね、なかなかこう、そういった、場合じゃなかったんだと。そういう状況になかったんだと言われれば、まあ、それまでではあるんですが、まあ見てる側からすると、先フェンスついて、ジャンプしたらもしかしたら飛べたんじゃないかっていうようなね、プレーもあったんで、そこはですね、まあ難しいところではあるんですけども、まあ今後のね、守備というところにも、まあ期待したいかなというふうに思います。はい。で、次、6問目行かせていただきます。こちらになります。厳しいこと言うと、戸郷のレベルを改めて理解した。コントロールきついよというところでね。まあ、戸郷投手に関して、まあ、結構厳しい意見ではあるんですけども、まあ、コントロール、確かに、甘く入ってたと思います。まあ、スライダーというところがですね、なかなか安定しないと。で、まあ、今年すごく思うんですけども、戸郷投手ね、あえてというか、まあ、結構スライダーという割合をおそらく増やしてるんじゃないかなっていうふうに思います。それは、まあ、まっすぐフォークだけなんでね、ほとんどね。だから、まあ、やはり後半戦であったりとか、試合の終盤なんかも考えてですね、やはりスライダーという球種をある程度活かしていかないと、まあ、2分の1で張られてしまうというところがあるので、まあ、そういったところを、まあ、意識して今年特にやってるなっていう感じはすごくしますと。で、その中で、まあ、スライダーのコントロールもあまり良くなかったですし、曲がりもぼやけてた感じはしました。で、フォークに関しても、まあ、山田選手にホームランを打たれた時もね、まあ、甘く入ってしまった。まあ、それを、まあ、もっと振り返るとですね、その、初球2球目のスライダーがボールになって、3球目のスライダーが、まあ、ストライクになってっていうところで、やはりボールにしてしまったっていうところが、まあ非常に大きかったんじゃないかなというふうに思います。そこで、ストライクを一つ取っててですね、ワンボールツーストライクという球種というか、カウントに持っていけたら、ストライクからボールになるね、フォークで打ち取れた可能性っていうのは非常に高かったと思うんですけども、そこをね、ボールにしてしまって、ツーボールワンストライクというカウントにしてしまったがためにですね、フォークボールで空振りであったりとか、カウントを取らないといけないというカウントになって、まあホームラン打たれたっていうのがあるので、まあそういったところは結局、まあコントロールっていうところにもありますし、まあ昨日見ててもね、球速が140、マックス8か7ぐらいしか多分出てなかったんで、そういったところの出力というところね、ノーヒットノーランをした時は152、3出てましたから、そういったところも非常に影響としてあったんじゃないかなっていうふうに僕思います。はい。で、次ですね。7問目ですかね。はい。7問目、行かせていただきます。これはすごいですね、この質問ね。安倍監督には本当早く辞めてもらいたいです。すごい、きついコメントではあるんですけども。まあね、これに関しては、まあ、思ってる方もまあ、いらっしゃいますけども、まあ、原監督の時であってもですね、高橋由伸監督の時でもですね、やはり、まあそういったコメントは、少なからずね、散見されるんじゃないかなっていうふうに思います。まあその全員が全員ね、安倍監督素晴らしいとか、原監督素晴らしいとか、由伸監督素晴らしいっていうわけではないと思うので、なかなか難しい問題ではあるんですけども、やはり、新任監督というところですね、僕は、今の現状ね、僕はよく頑張ってると思いますと。こんだけ打てなくて、まあ去年からね、しっかりピッチャーを整備してですね、真逆のチームになったっていうところもありますんで、そういったところはまだシーズンね、半分も行ってないですけども、そこは非常に評価できるところではないかなっていうふうに思います。ただ、まあ、いろいろ、まあ、采配のところであったりとか、まあ、ちまちました野球やってんじゃないよとかね、いろいろありますけどもね、そういったところは、まあ、今後のね、選手の状態とか、に合わせて多分采配も変えていくと思いますんで、僕はね、これからの安倍監督に期待していきたいなっていうふうにも思ってます。はい、次8問目ですね。いきます。こちらになります。初回のノーアウト2塁は、立岡バントしなかったのは謎でしたね。そのための2番抜擢ではなかったのかな。そして明日に繋がると思いますって、明日超のスタメン起用ってことじゃないよね。はい。面白いですね、この質問もね。はい。まあ、先ほども言いましたように、立岡さんへの信頼度というかね。
がちょっとこじらせた問題ではないかなっていうふうに思います。まあ、やはり技術がないバッターというかね、あまりこうそこまで信頼してなければ多分おそらく一択でね、バントだったと思うんですけども、縦岡ならやってくれると、繋いでくれるとか、最低限進塁打打ってくれるでしょうっていうところがおそらくあったんで、そういう采配になったんじゃないかなっていうふうに思います。僕はこれね、長野さん確かに昨日打ちましたけども、スタメンというよりかはやはり代打に置いてほしいなっていうところありますし、僕はですね、萩尾選手を使ってほしいなっていう思いがあるんですけども、まあこの方の意図というかね、レフトが誰が出た方がいいとは言ってないんでちょっとわからないんですけども、僕は萩尾選手を使ってもらいたいなというふうな気持ちはすごくあります。まあ秋尾選手もねそうですけども、若い力っていうところもすごく使ってほしいなっていうところはあります。はい、で、9問目いかせていただきます。小山翔平も一つ負けたくらいでガタガタ騒ぐな、最終的に優勝間違いないからっていうところで、すごくポジティブなね意見もちょっとね入れていこうかなというふうに思いまして、この意見を採用させていただきました。まあ確かに僕も一つ負けたぐらいでガタガタ言ってますよね。はい、まあこのチャンネルはですね、まあまあ確かにちょっとサムネイルであったりとか、タイトルをちょっと大げさにというかちょっと持ってね話すことがあるので、まあ導入としてね、ちょっとこう、なんて言うんだろう、そこはどうなのっていうところなのかもしれないですけども、それをですね、それを見て、ちょっとクリックしてもらってですね、しっかりした内容を、動画ではですね、話してるつもりではあるので、そういったところで、まあその、まあガタガタ騒ぐなって、まあもちろんそうなんですけども、やっぱりファンの方の気持ちとか、共感みたいなところも、大事にね、動画を撮ってるつもりではあるので、そういったところで、負けた時は、一緒に落ち込みたいと思いますし、勝った時は一緒に喜びたいというような、そういう、まあちょっと、親近感が湧くようなね、チャンネルにしていきたいなっていう、考え方もあるので、僕の中にね。そういったところで、まあこういった、チャンネル運用になっております。はい。で、最後、行かせていただきます。10問目ですね。ちょっとこれはね、専門的な内容が入ってまして、ちょっとね、長くなりますと、文章がね。はい、読ませていただきます。小山さんいつも見ています。そろそろ我慢しかねるので、ご意見ください。1、坂本を使うべきだと思います。あれだけ崩されて泳いで淡白な打撃が周りに及ばす影響は大きい。大城ファーストでの方がまだマシでは。一度体の不調を治して、夏場に戻る形で、テコ入れしてほしい。丸に、岡本4番にこだわらなくていいのでは。岡本で消える、確率が高い。確かに打つときは打つが、一度5番で復調を待ちたい。丸3、吉川は打線上位に置くべきでは。打順別打率での傾向も重視するべき。足を使える1、2番にして出塁すれば、好調組に、期待すると。で、理想の打順はですね、1番、セカンド、吉川、2番、レフト、立岡、3番、ライト、丸、4番、センター、ヘルナデス、5番、サード、岡本、6番、ファースト、大城、秋広、7番、キャッチャー、ケジダ、8番、ショート、伊豆口、9番、ピッチャー、というところです。はい、まあ、この方のね、意見ですごく面白いなというふうに思いまして、採用させていただきました。はい、まず、丸一の坂本使うべきだと思いますというところなんですけども、確かに、坂本さんね、状態すごく悪いですと。まあ、昨日の空振りもですね、ちょっと体を煽ったようなスイングにもなってたと僕思います。で、ただ、先ほども言いましたように、じゃあ坂本を、外して、代わりがいるのかといったところは、どうなのかなっていうところありますと。まあ、この方の意見では、まあ、そのファーストに大城さんか、秋広選手を入れて、サードに岡本選手を持っていくという、ところだったと思うんですけども、まあ、普通で言えばですね、僕もこれをすると思うんです。僕が、もし監督だったらというか、どうしても打線をって言うんだったら僕はこうすると思うんです。ただ、先ほども言いましたように、安倍監督がそれをしないっていうことは、やはりそれだけ信頼してるんだと思うし、まあ使って、復調を願ってるっていうところだと思います。まあただ限度はあるかなというふうに思うので、まあいずれ、こういったこともあるかもしれないですけども、僕はまだそれを安倍監督が、その最後の切り札というかね、それを出してないというところがあるので、まあそこはまだ、信頼してるんじゃないかなっていうふうに思います。
で、丸2番の、岡本4番でいい、4番にこだわらなくていいのではっていうところなんですけども、僕も実際それは思ってて、実際ね。まあ、あの前も3番に入れたりとか4番に入れたり5番に入れたりっていう打順を、まあ、その、お話しさせていただいたこともあると思うんですけども、やはりそこもね、結構こだわりが安倍監督の中であるというか、いろんな打順を、試してますけども、4番岡本っていうのはね、一回も動いてないんでね、今年ね。そういったところで、まあその、なんて言うんだろう、領域というか、絶対領域というか、そこを絶対動かさないっていう考えのもとでやってるんであれば、おそらくこれからも変えない可能性が高いと思うし、ただ、変えても僕はいいかなっていうふうに思います。だからメジャーリーグで、まあ、いいバッターを、まあ、2番とか3番とか、早い打順に入れていくっていうのもありますし、そういったところも、まあ、あると思うんですけども、まあ、なんか絶対領域の感じがするんで、まあ、ヘルナンデス4番っていうのも非常に面白いかなと思うんですけども、実際、僕が監督だったら動かす可能性もあるんですけども、まあ、安倍監督は、まあ、自身もね、4番も打たれてたっていうのがあるので、まあ、そういったところは、なんかその、非常に固定というところにこだわっていらっしゃるんじゃないかなっていう感じはすごくします。で、3番、吉川上位に置くべきではというところなんですけど、まあ、これも、この方の考え方としてね、すごく面白い考え方と思いますと。で、まあ、先ほど言ったように、岡本選手をサードに入れて、ファーストに大城さんであったりとか、秋広選手を入れるんであれば、1番にね、上位の方に吉川選手を持っていくっていうのは最適化というかね、最適、回じゃないかなっていうふうに僕は思います。ただ、そうですね、難しいところなんですけども、まあ、この方の打順で言うと1番2番が確かに足が使えるっていうところはあるんですけども、まあ怖さはないのかなっていうところはありますと。まあどちらを取るかは、まあその方のスタイルであったりとか、まあ考え方、調子の波とかね、そういったところで、まあ変えていくべきところではあると思うんですけども、まあこれで言うと、まあその、まあ3番、4番、5番ぐらいが、まあ強いというかね。うん、まあ、いわゆる、まあ普通のというか、まあスタンダードな打順になってくるんじゃないかなというふうに思います。まあ今現状、まあ丸選手が結構良かったりとか、まあ1番でね、すごく良かったりしてるんで、僕はそこは変えたくないなっていうところがあるので、まあそうですね、吉川選手を3番に置くっていうところが、この打順で言ったら僕はいいんじゃないかっていう。うん、まあ、この方の打順の中で言うと、1番を丸さんにして、3番を直樹さんにするっていうのが、いいんじゃないかなっていう感じはすごくしています。まあ、人の考え方によるんでね、それは、まあ、合ってる、間違ってるはないんですけども、まあ、この方もね、すごくいい打順だと思うし、これは言ったらファーストですよね。大城さんが、秋広選手をファーストにするという、選択肢を取るんであれば、僕はこの打順というのはすごくいい打順だなっていうふうに思います。ただ、まあ、それをやらないっていう、やってないっていうところは、多分おそらく守備のことであったりとか、まあ、大城さんが今ファーストを練習してる情報というのは入ってきてないので、そういったところでおそらく、こういう風にするんであれば、秋広選手がファーストに入ると思うんですけども、まあ、秋広選手のファーストっていうところも、まあ、この間一回ありましたけども、そういったところで継続してやらないっていうところは、まあ、何かしら、安倍監督の中で問題があるというか、なんて言うんだろう。まあ、難しさを感じてるっていうところではないかなっていう風に思います。はい、そんな感じで今日はね、ちょっと10問ランダムまた選ばせていただきまして、ちょっとね、その答えというか、僕が思うことをお話しさせていただきました。まあ、いろんな意見ありますし、まあ何が正解かとかないです、正直ね。で、僕は、批判と誹謗中傷は違うと思ってて、その批判っていうのはですね、批判というとか、議論っていうのはですね、やはり自分の意見を述べて、その理由がなぜかっていうのをしっかり述べて、いろんな人とね、ディスカッションというか、お話をしていくっていうのが議論だと思いますし、それがね、本来、最善というかね、一番いい形というか、いろんな人と、話を交換して、あ、こういう考え方もあるんだなとか、あの人はこういう立場でものを言ってるんだなっていうところを、認識しながらね、お話しするっていうのが、まあ、大人の議論だと思うし、すごく面白い、まあ、娯楽じゃないですけども、
うん、そういったところだと思いますと。ただ、やはり、まあ、コメント欄なんかを見てると、まあ、誹謗中傷というかね、もうなんか、まあ、結構こう、きつい言葉で言ってらっしゃる、こともありますと。ただ、まあ、それも、まあ、一意見なんですけども、やはり、理由があったりとかね、そういったところを付け加えてくれるとです。付け加えてくれるとですね、すごく僕もね、反論しやすかったりとか、意見しやすかったりするので、ただなんか感情論でおっしゃるとね、結構、まあ難しい、話になってくるんで、そういったところは、すごくね、僕も意識して、この YouTube で発言するようにはしてますし、必ず自分の意見と理由と、いうのは絶対添えてね、言うように思って、言うようにしてますんで、皆さんもね、ぜひね、意見と理由をね、一緒に添えて言ってくださると、まあ、こう言ってね、こういった動画でね、もしかしたらあなたの意見が採用されるかもしれないので、ぜひね、これからも小山翔平ベースボールチャンネルをよろしくお願いします。はい、そんな感じで今日は終わってきます。いつもありがとうございます。これからもどうぞよろしくお願いします。そんな感じで今日は終わってきます。じゃあね、バイバイ。